紹介するのはこちらの一冊です。私とは何か、個人から文人へというこの本なんですが、これは、たった一つの真実の、自分というものはないということが書かれていまして、それは、キャラという表現をしていたりします。で、例えばいわゆるたった一つの本当の自分というものを、個人ということで言っていまして、そうではなく、たった一つの本当の自分というキャラはなく、人はさまざまなキャラを使い分けて生きている。例えば、人によって、相手によって、相対する人によってキャラも変わって使い分けて変わりますし、状況によっても変わる。そういうたった一つの本当の自分というのではなく、様々な状況、様々な相手に対して様々なキャラを使い分けていくということこそが人間である。で、そのキャラ、たくさんのキャラを使い分けているということが文人ということで、この文人という考え方を採用することにより生きていくということがより楽になる、そして楽しくなる、そんな一冊に感じました。ぜひ読んでみてください。